サイゲームス。ウマ娘プリティダービー熱血はちゃめちゃ大感謝祭。オリジナルストーリーが楽しめる一人用のモードです。オフラインで遊べるモードです。オンラインで遊べるモードです。オンラインで遊べオフラインで遊べるモードでオリジナルストーリーが楽しめる一人用のモードです。物質をカスタマイズしてウマ娘の皆さんと過ごしましょう。ウマ娘に関わる変更を行うことができます。物質アイテムや各種チケットを購入できます。プロフィールの編集や称号の確認、マッチング履歴の確認ができます。ランキングを確認できます。設定の変更を行います。わからないことがあればこちらをご覧ください。設定の変各種設定を行います。設定の物質オリジナルストーリーが楽しめる一人用のモードです。ウマ娘、彼女たちは走るために生まれてきた。時に数奇で時に輝かしい歴史を持つ別世界の名前と共に生まれ、その魂を受け継いで走る。それが彼女たちの運命。この世界に生きるウマ娘の未来のレース結果はまだ誰にもわからない。彼女たちは走り続ける。瞳の先にあるゴールだけを目指して。そして今回は、ファン大感謝祭。皆さん、説明会にお集まりいただきありがとうございます。今回の春の大感謝祭には特別なイベントが用意されています。その名もはちゃめちゃグランプリ。バスケ、ドッジ、大食い、大障害、以上4つの種目で戦う盛りだくさんのチーム戦となります。バスケは4人で一斉にゴールを狙う各チームの代表者たちとの複数戦です。ドッジも同じく4人の代表者で戦います。怪我に注意してぶつけ合っちゃってください。大食いにはサーバーとイーターが存在します。改善係と食べる係ですね。たくさん食べて勝利を目指しましょう。大障害は学園から町の中まで続くコースを走ります。途中にはいくつもの障害があるので乗り越えてくださいね。以上4つの競技の合計スコアで優勝チームが決まります。仲間たちと協力して頑張ってください。厳正。すでにウマ娘諸君には伝えている通り、チームは私自らくじ引きで決めさせてもらった。
シャルウィークほか、チームコスモス。はい、普段はライバルですけど、はちゃめちゃグランプリ、みんなで力を合わせて頑張ります。和をもって尊しとなす。私たちならきっと最高の結果を残せるはずです。エアグルーヴほか、チームフリージア。いかなる困難が立ちふさがろうとも、足を止めるような軟弱者はフリージアにはいない。勝つのは私たちだ。ええ、いつでも戦闘は、勝利は譲りたくないもの。次、チーム。あ、チーム名変更届が来ているぞ。検討、後ほど確認しよう。シンボリルドルフほか、チームローズ。今回はチーム戦、一致団結し、不動不屈の精神で立ち向かおう。好奇三千たるチーム、ローズの姿を皆に届けるために。お任せください。目白家の馬娘として、この名に恥じぬふさわしい活躍をお約束いたしますわ。ダイワスカーレットほか、チームリリー。どんな勝負だって受けて立つわ。一番は私たちのチームだってみんなに見せつけてやるんだから。皆さんやる気に満ちています。やる気に、必死に、とても熱く。ああ、いけません。そのように戦うなどいけない、いけないけれど、でも、でも勝つためには。諸君、これは普段君たちが夢を背負い走っているレースではない。けれどそこには変わらず勝敗がある。オーカ、力を合わせ、そして楽しんでほしい。諸君らが輝かしい結果を得られることを祈る。それでは皆さん、春の大感謝祭はちゃめちゃグランプリへ向けて一斉にスタートしましょう。どのストーリーで遊びましょうか。オリジナル武士ランキング設定の変、各種設定を行います。設定の変、オリジナルストーリー。どのストーリーで遊びましょうか。
遊びたいショーを選択してください。お母ちゃんへ。お元気ですか？私は毎日楽しく過ごしています。今はファン大感謝祭の準備中です。ウマ娘が応援してくれるファンに感謝を伝える日、みんなで全力でファンを喜ばせるお祭りみたいな日です。今回は特別にチーム対抗はちゃめちゃグランプリが開かれます。4種類の競技を盛り込んだ、なんだかすごい混合戦みたいです。私はいつものみんなと同じチームになりました。いつも仲良しでいつも一緒に走っているキングヘイロー、声優スカイ、グラスワンダー、エルコンドルパサー、そして私、スペシャルウィーク、以上5名でチームコスモスとする。だってよかった、みんなと一緒で嬉しいね。改めてよろしくね。もうはしゃぎすぎ、毎日教室で顔を合わせているメンバーじゃない。お互い勝手が分かってて何より。というわけで、せいちゃんはいつも通り。ちょっと、隙あらば昼寝しようとしないの、作戦会議でしょ。いつも通りですね。なんだか安心してしまいます。でもそろそろ集中していきましょうか。作戦会議は勝利への一歩、初めが肝心ですし。そうだね、最初の一歩だ。と、あれ？そういえばまだエルちゃんが来てないね。たたたた、大変でーす。うわ、エルちゃんどうしたの？今ここに来る途中で聞いたんですけど。ねえねえ、今度のファン大感謝祭って海外にも放送されるんでしょ？うん。で、注目を集めたチームは海外のレースに招待されるって話もあるんだって。へえ、噂でしょ。でも目指しちゃう？ワクワクするし。海外のレースに招待？まさか。たかが学園の一行事ですよ。でもこの学園には注目されるだけの理由がある。そうは思わない？エルさんみたいに海外に行くウマ娘もいる。学園もそれをバックアップしている。ということは新たなチャンスを提供する可能性だってあるじゃない。世界か。お母ちゃんに言ったら驚くかな。世界のウマ娘さんたちとまた走るんだよって。みんな純粋だな。いや、夢のある話ですけど、もし本当だとしたら、ふむ、世界相手も面白そうではあるけどね。せい、皆さんいい目になってきましたね。エルが世界最強と知らしめるチャンスなら、この機を逃してはありません。注目を集めるなら何をすべきか。はい、スペちゃん。注目？派手にこう。スペちゃん、難しく考えなくていいんですよ。私たちの目的は最初から変わりません。出るからには全力で勝つ、誰にも負けない、つまりファン大感謝祭におけるはちゃめちゃグランプリにて優勝できれば、おのずと注目は集められるかと。そっか、優勝して注目を集めて海外からの招待をゲットです。うん、じゃあ特訓あるのみだね。優勝目指してけっぱるぞ。早速練習していくけど、はちゃめちゃグランプリには大障害、大食い、どっちにバスケがあるんだよね。はい、
目の前のセットは大障害ですね。街にまで及ぶ巨大なアスレチックをより早く駆け抜けた者が勝ちとなります。おえー、街まで。商店街のみんなも見に来てくれるかな。そうですね、人目につきやすいのはもちろん、ダイナミックな動きも注目を集めやすいかと。なるほどなるほど。じゃあスペちゃん、勝負ですよ。どっちが先にゴールできるか、ここでも競いましょう。ちょっと待ってよ。おお、文字通りすっ飛んでいきましたか。いやはや元気なことで。のんきに構えていられないわ。私たちも行くわよ。あらあら、これでは一緒に優勝を目指すチームというより、まあこちらの方がいつもの私たちらしいですね。大障害、迫力満点のウマ娘たちの力強い走りに注目です。やる気は十分。スペシャルウィーク、この競技での活躍に期待です。素晴らしい仕上がりを見せています。ブラスワンダー、これは期待できそうです。ウマ娘たちの気合も十分といったところでしょうか。目が離せません。ゲートが開きました。各ウマ娘は落ち着いたスタートを切りました。スペシャルウィーク、ゲートスタートを突破です。スタミナを回復し、走り続けます。ブラスワンダー、ブラスワンダー、押しのけられた。スペシャルウィーク、ぶつかった。大きく加速しました。ブラスワンダー、この勢いを生かせるか。スペシャルウィーク、全力で進んでいきます。 します。舞台は移り、学園の校舎の中へ。この先にはプールがあります。果たしてどう進むのでしょうか。ブラスワンダー、タイミングを伺っています。ブラスワンダー、足を止めている。スペシャルウィーク、仕掛けます。スペシャルウィーク、先頭に立ちました。ブラスワンダー、ペースを上げてきた。ブラスワンダー、障害物を勢いよく登ります。スペシャルウィーク、障害物に当たってしまった。スペシャルウィーク、ぶつかった。スペシャルウィーク、冷徹コインを集めます。スペシャルウィーク、冷徹コインを集め、石をぶらーっと。各ウマ娘、公園に入っていきます。ここを抜けると住宅街、この程度は走りにくいかもしれません。ブラスワンダー、一気に加速する。スペシャルウィーク、デスペシャルウィーク、他のウマ娘めがけて相手を投げます。スペシャルウィーク、仕掛けます。スペシャルウィーク、全力で進んでいきます。スペシャルウィーク、全速力です。スペシャルウィーク、アイテムを拾いました。これをどう使うのか。スペシャルウィーク、全速力です。ブラスワンダー、ゲートコインを取り先に進む。スペシャルウィーク、アイテムを設置しました。ブラスワンダー、大きな障害物も簡単。住宅街を越え、この世界にも集まりました。このまま進み、肛門、並木橋へと続いていきます。ブラスワンダー、大砲で高く飛んだ。スペシャルウィーク、全速力です。スペシャルウィーク、全力で進んでいきます。スペシャルウィーク、大砲を使い前へ進みます。
気合を入れます。スタミナを回復しました。スペシャルウィーク全速力です。グラスワンダー冷徹コインを取り、スペシャルウィーク何かを置きました。失礼します。ここを抜ければグラウンド、栄光のゴールはもうすぐだ。タクマ娘、放射台を全速力で駆け抜ける。障害物にぶつかってしまったぞ。スペシャルウィークかわしきれなかったか。抜けた、抜けました。スペシャルウィーク羽に立った。グラスワンダー一気に加速する。スペシャルウィーク全力で進んでいきます。スペシャルウィーク全速力です。グラスワンダーここで上がってきました。スペシャルウィーク限定ポイントで得点を伸ばした瞬間、グラスワンダー勢いよくジャンプした。スペシャルウィーク全速力です。軽々と障害物、スペシャルウィーク不思議な力で加速したぞ。グラスワンダータイミングを伺っています。勝利するウィーク戦闘と最終コーナー、栄光の勝利は誰の手に。各馬娘勝利を目指し駆け抜けます。並んでゴールイン。勝利の栄光を手にしたのは、この大障害を制したのはグラスワンダー。素晴らしい走りを見せてくれました。もっと強くなってリベンジします。次こそは、競技に出馬する馬娘を選択してください。いますか。頑張ってください。ファン大感謝祭、気合を入れて拒絶だ。どのスタートです。少しゆったりとした展開になりました。スペシャルウィーク冷徹コインを集めます。スタミナを回復し走り続けます。スペシャルウィーク戦友スカイアイテムを入れました。これをどう使うのか。大きく加速しました。戦友スカイこの勢いを活かせるか。スペシャルウィーク冷徹コインで得点を稼ぎます。ここからは学園内の施設を巡った後、商店街を走っていきます。さて、本気で行きますか。スペシャルウィーク冷徹コインで得点を稼ぎます。セイウスカイここで上がってきました。スペシャルウィーク他のお守りめがけてアイテムを投げた。セイウスカイ軽やかな身のこなしで障害物を乗り越えました。障害物にぶつかってしまったぞ。セイウスカイかわしきれなかったか。スペシャルウィーク仕掛けます。スペシャルウィーク冷徹コインで得点を稼ぎます。おりゃスペシャルウィーク全速力です。各馬娘公園に入っていきます。ここを抜けると住宅街、アスファルトは走りにくいかもしれません。障害物にぶつかってしまったぞ。スペシャルウィークかわしきれなかった。スペシャルウィークどうやって話すのか、全員スカイプレスを上げてきた。スペシャルウィーク全速力です。全員スカイ冷徹コインを集め1位を狙う。冷徹コインでさらに得点を稼ぐ。戦友スカイ冷徹コインで得点を大きく稼ぎます。戦友スカイ冷徹コインで得点を伸ばす作戦か。住宅街を越えトレセイ学園に戻ってまいりました。このまま進み校門ラビの道への続いていきます。スペシャルウィーク大砲で高く飛んだ。大きく加速しました。スペシャルウィークこの勢いを生かせるか。スペシャルウィーク大砲使い、なんと戦友スカイコースアウトしてしまった。スペシャルウィーク全速力です。戦友スカイ冷徹コインで得点を大きく稼ぎます。戦友スカイ冷徹コインを取り先に進みます。大障害レース最後の室内コース、ここを抜ければあとはグラウンド。誰が勝つのか全く分かりません。スペシャルウィーク仕掛けます。スペシャルウィーク見つかった。スペシャルウィークスタミナを回復しました。大きく加速しました。戦友スカイこの勢いを生かせるか。スペシャルウィーク全力で進んでいきます。戦友スカイ冷徹コインで得点を伸ばす作戦か。スペシャルウィーク仕掛けます。スペシャルウィーク冷徹コインで得点を伸ばす作戦か。戦友スカイ高く飛び上がった。スペシャルウィーク冷徹コインでさらに得点を稼ぐ。戦友スカイ前との差をぐんぐん詰めています。戦友スカイタイミングを伺っています。勝利は譲れません。レースの大詰めを迎えます。ゴールまでも距離はないぞ。1位になる馬娘は一体誰だ。
私、勝ちましたよ。修羅場に思えてきましたな。そのくらいの気概を持たないでどうするの。私たちが目指すものは何？ピン！優勝、圧勝、そして世界です。さあ、明日も集合ですよ。他の競技も練習しなきゃです。うん、よし、優勝目指してみんなで頑張っていこう。遊びたい賞を選択してください。どのストーリーで遊びましょう。オリジナルストーリー。物質をカスタマイズしてウマ娘の皆さんと過ごしましょう。トレセンポイントでアイテムを購入することができます。物質をカスタマイズしてウマ娘に関わる変更を行うことができます。ウマ娘画面です。
関わる物質アイテムや各種チケットを購入できるプロフィールの編集や称号の現在のあなたのプロフィールはこちらです。プロフィールの編集にランク物質オリジナルストーリーオンラインゴールドシップさんと装備を駆使してどこまで走れるかちょオフラインで遊べるモードです。競技の形式を選択してください。競技に出馬するチームを選択してください。競技に出馬する馬娘を選択してください。行きます。参ります。競技に出馬する馬娘を選択してください。頑張りますね。頑張ってください。今年も始まりましたファン大感謝祭、一つ目の競技です。特に注目を集めています。グラスワンダー、実力も人気もトップクラスでしょう。気合を入れて競技に臨みます。ゴールドシップ、練習の成果を発揮できるか。メジロブライト、実力も人気も他の馬娘に負けていません。スティルインラブ、ファンからの歓声が止まりません。その実力に期待です。馬娘たちの準備が整いました。開始の合図とともに手綱さんがボールを投げます。ナイズが鳴りました。果たして誰が先制点を取るのでしょうか。ゴールドシップ、華麗なステップでかわします。グラスワンダー、相手の進行を止めて絶好調。ヒナとグラスワンダー、ゴールドシップ決めました。新しいボールが出てコートの様子が普段と異なるようです。この状況に対応できるか。ゴールドシップ、メジロブライト、ボールを持ちました。メジロブライト、ボールを持ちました。メジロブライト、ボールを持ちました。メジロブライト、ご覧ください。ボールがコートに投げられました。メジロブライト、本番はここから。コースを燃やすグラスワンダー、ここで仕掛ける。グラスワンダー、ボールを持ちました。ボールを持ちました。ボールを持ちました。グラスワンダー、相手をかわした。ここが勝負だ。グラスワンダー、ボールを奪った。グラスワンダー、死ぬ。
守らせていただきます。凄まじい迫力、凄まじい存在感を放つのはグラスワンダー。何でしょうか。狙いをすまし、バイクゴールドシップ大丈夫か、かなり強そうだ。ネジのぐらいとゴールを奪った。ゴールドシップ相手の進行を止めた。ゴールドシップゴールを狙い、次のシップですが、このまま入り、皆さんに撃撃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 撃手に汗握るドッジボールが始まった。一体誰が優勝するのか。シルマルス必殺シュートに当たってしまった。来た、エアリー必殺シュートを放った。やった、必殺シュートに当たってしまった。いただくわ、気合を込めた必殺シュート。その番だよ、シルマルス全力の必殺シュート。いただき、どんな超必殺シュートまで見せるのか。よかった、よかった、シルマルス大きく飛ばされてしまった。シルマルキュッシー、シルマルキュッシー、シルマルキュッシー、他のウマ娘たちに勝
強力なシュートの構えを開けたらね。他の馬娘はどう対応するのか。エアクル超必殺シュートがキングヒーローを狙いすましてゴールドだ。エアクルーグ全力の必殺シュートだ。行こう。必殺シュート。エアクルーグは終わりだ。超必殺シュートだ。他の馬娘たちに超アスカルだ。よし来た。スーパーケーキ必殺シュートを放った。いただきます。試合を止める必殺シュート。行くぞ。エアクルーグ勢いよくボールを投げ出した。もたシルバルトゼッシ狙いすましてゴールを投げた。体力切れたゴールドヒーロー。ビクトルシルバルトゼッシ開けが狙いました。もたエアクルーグ必殺シュート開けが狙いました。強力なシュートの構えを持った。地獄まで付き合ってもらうぜ。俺のかっこいいところ。最終ラウンドをスタートしました。誰が勝つのか目が離せません。もらうぞ。アケが必殺シュートを放った。もらうぞ。試合を込めた必殺シュート。アケが全力の必殺シュートだ。試合を込めた必殺シュート。勝負こそ資質が試されるというもの。盛り上がっております。トレセン学園ファン大感謝祭。現在2つの競技が終了して折り返し地点、残りは2競技となっております。ここまでの順位を確認してみましょう。第4位はこちらのチームです。ここからの巻き返しに期待です。第3位はこちらのチームです。なんと2チームが同点で2位です。優勝チームとなるのはどのチームか、まだまだ分かりません。どのチームが優勝を手にするのか、この後の競技に注目しましょう。以上、現在の順位の振り返りでした。
競技に出馬する馬娘を選択してください。いきますよ。頑張ってください。ウマ娘たちの大食いバトルが幕を開けます。全選手ステージに上がりました。スペシャルウィークエルコンドルパサーペア、2人のチームワークに注目です。東海帝王メジロマックイーン、この2人のコンビネーションに期待です。配膳なら任せろ。サイレンス鈴鹿、学園の食料すべて食べるぞ。待ち金福来たる、2人の相性は最高。シティリーンラブダイワスターレットペア、どちらも気合十分です。ウマ娘たちが配置につき準備万全です。あとは美味しい料理を待つのみ。いただきます。スタートしました。急ぎましょう。口を虫はよく残りに行くよ。急ぎましょう。料理のご注文はあと少しです。待ちかねきましたら食べるペースを上げました。待ちかねきましたら料理のご注文はあと少しです。できませんか。いつもの料理を口で運ぶ。もうすぐ次の料理が出来上がりそうです。マルコネフィッチャー全力で次の料理を口で運ぶ。お願いします。まもなく次の料理が運ばれます。マルコネフィッチャーですごいスピードで料理を口で運ぶ。もうすぐ次の料理が出来上がりそうです。マルコネフィッチャーです。
競技に出馬する馬娘を選択してください。競技に出馬する馬娘、頑張ってください。ファン大感謝祭最後の競技、これで優勝チームが決まります。素晴らしい仕上がりを見せています。エルコンドルパサー、これは期待できそうです。調子はかなり良さそうです。東海帝王、とても張り切っています。絶大な人気を誇ります。サイレンス鈴鹿、その実力は競技でも見られるのか。この競技でファンの声援に応えることはできるのか。シティリンラブ、各チームの代表馬娘が闘志を燃やしゲートに入ります。体勢も整ったようです。ゲートが開きました。エルコンドルパサー、後方からのスタートです。シティリンラブエクスキーを受けて手を振ります。エルコンドルパサー、スタミナを回復しました。エルコンドルパサー、何かを打ちました。東海帝王、アイテムを拾いました。これをどう使うのか。エルコンドルパサー、聖鉄コインを取った。舞台は移り、学園の校舎の中へ。この時にはプールがあります。果たしてどうするのでしょうか。サイレンス鈴鹿、譲りません。サイレンス鈴鹿、全力で行くよ。これはすごい。シティリンラブ、まるで僕のように逃げていく。東海帝王、譲らない。速いぞ、サイレンス鈴鹿。この速さは誰にも止められない。シティリンラブ、障害物をものともせず進んでいく。東海帝王、障害物をシティリンラブ、アイテムを設置しました。シティリンラブ、引いてしまった。エルコンドルパサー、アイテムを投げました。サイレンス鈴鹿、いつしか各馬娘公園に入っていきます。ここを抜けると10分くらい、アスファルトは見えにくいかもしれません。シティリンラブ、置かれていたアイテムを踏んだ。シティリンラブ、足を止めているってあげる。速いぞ、シティリンラブ。この速さは誰も止められない。行くぜ、エルコンドルパサー。前との差をぐんぐん詰めています。息を吹いて、エルコンドルパサー、何かを置きました。サイレンス鈴鹿、冷徹感を見せる。さらに特性を見せる。おっと、シティリンラブ、置き去りにされた。エルコンドルパサー、苦しい。ペースが落ちてしまっている。開けないぞ。住宅街を越え、トレセイ学園に戻ってまいりました。このまま進むよ。なんて激しい。続いていきます。東海帝王、これは限界。 YSC の本番はここ。サイレンス鈴鹿、大きな障害物も簡単に乗り越えていきます。なんて激しい。ホテルパサー、大砲で一回距離を全力で行こう。スタミナが止まらないのか。持っていたアイテムを一気に振られた。東海帝王、シティリンラブ、アイテムを投げました。エルコンドルパサー、何か思いついたぞ。これくらい足りないわ。譲らないわ。なんというスピードだ。サイレンス鈴鹿、ここを抜ければグラウンド。栄光のゴールを手に入れたい。切りまして、校舎内を引き続けて駆け抜ける。サイレンス鈴鹿、障害物を乗り越えろ。先に進めます。東海帝王、一気に加速する。東海帝王、一歩も譲らない。激しく競り合っている。エルコンドルパサー、冷徹コインで得点を取ろう。サイレンス、持っていたアイテムを一気に奪っていた。そんな得点を求めるさまに、全力で行く。存在感を放つのはエルコンドルパサー。シティリンラブ、戻らない。速い、速いぞ。サイレンス鈴鹿、この速さは誰にも止められない。障害物で速い、速いぞ。東海帝王、この速さは誰にも止められない。サイレンス鈴鹿、ここ、とうとうサッシュコーナー。栄光の勝利は誰の手に。各馬娘、勝利を目指し駆け抜けます。同時にゴールイン。勝利をつかんだのは一体どの馬娘か。東海帝王、さまざまな障害物を乗り越え、堂々の1位を取りました。ミッシッシ、僕に超えられない障害はないのである。はちゃめちゃグランプリ、予定していた全競技が終了しました。あとは結果の発表を待つばかり。ウマ娘たちの顔にも緊張が見られます。チーム順位の発表の前に、個人賞の授賞式から進めていきたいと思います。個人賞は各競技の中で特別な活躍をしたウマ娘に贈られる賞となります。個人賞を獲得した馬娘がいるチームにはポイントが付与されますので、チーム順位にも影響を与える大事な要素となっております。
はじめに流した汗は裏切らない努力賞を発表します。努力賞は最もスタミナを消費した馬娘に贈られる賞です。努力賞を受賞したのはこの馬娘です。おめでとうございます。続いては鍛えた技で決めろ敢闘賞の発表です。敢闘賞はスキルを最も披露した馬娘に贈られる賞です。敢闘賞を受賞したのはこの馬娘です。おめでとうございます。下手なシュートも数打ち入るマシンガンシュート賞の発表です。こちらはバスケにおいて一番シュート回数が多い馬娘に贈られる賞となります。マシンガンシュート賞を受賞したのはこの馬娘です。おめでとうございます。次は食べる手を止めるなフードファイター賞の発表です。フードファイター賞は大食いで最も長く食への情熱を燃やし続けたイーターウマ娘に贈られる賞です。フードファイター賞を受賞したのはこのウマ娘です。おめでとうございます。さて次は最後の個人賞となります。名誉ある MVP 賞の発表です。4競技を通して最高に輝いてチームに貢献した馬娘に贈られる特別な賞です。強豪勢揃いのこのはちゃめちゃグランプリ MVP 賞を勝ち取るのは一体誰か。 MVP 賞を受賞したのはこの馬娘です。おめでとうございます。圧倒的な存在感を見せつけました。個人賞の授賞式が終了してチーム順位の発表を残すだけとなりました。大盛り上がりのはちゃめちゃグランプリ、果たしてその結果は。それでは第4位から順番に発表してまいりましょう。第4位のチームはこちらの点数を獲得したこのチームです。健闘むなしく4位となりました。惜しくも結果は振るいませんでしたが、その健闘を称えたいと思います。それでは次の順位の発表です。第3位のチームはこちらの点数を獲得したこのチームです。素晴らしい活躍を見せてくれましたが、上位チームには届きませんでした。さて残すところ2チームとなりました。果たして栄光を手にするのはどちらのチームか。それでは優勝チームを発表いたします。はちゃめちゃグランプリ優勝チームはこちらの点数を獲得したこちらのチーム。優勝おめでとうございます。見事な活躍でこのはちゃめちゃグランプリを制覇しました。2位となったチームはこちらです。あと一歩というところで優勝を逃してしまいました。しかし優勝チームに負けていない闘志を見せてくれました。さてここで放送時間も残すところわずかとなってきました。
今年のはちゃめちゃグランプリ、お楽しみいただけたでしょうか。改めて馬娘たちに大きな拍手をお送りください。以上で、はちゃめちゃグランプリの全プログラムが終了となります。皆様、ご声援ありがとうございました。オフラインで遊べるモードです。オンラインゴールドシップさんと装備を駆使してどこまで走れるか挑戦しましょう。
ゴールドシップさんと装備を駆使してどこまで走オンラインで遊べるモードです。マッチング方法を選択してください。競技の形式を選択してください。競技に出馬するチームを選択してください。形式を選択してマッチング方法を選択してください。オンライン、オフラインで遊べるモード、オリジナルストーリーが楽しめる。どのストーリーで遊びましょうか。遊びたいショーを選択してください。どのストーリーで遊びたいショーを選択してください。決まったんだって。楽しみだよね。私の一押しはチームフリージアかな。メンバーはね、エアグルーヴ先輩にクキタル先輩、メジロ家からドーベル先輩とブライト先輩、あとに出馬する馬娘を選択してください。競技に出馬する馬娘を選択してください。頑張りますよ。頑張ってください。サバイバル形式のドッジボール馬ドッジチャンピオンシップが始まります。気合を入れて競技に臨みます。エアグルーヴ、練習の成果を発揮できるか。メジロドーベル、実力も人気も他の馬娘に負けていません。この競技に合わせてしっかり仕上げてきたようです。待ちかね福来たる馬ドッジチャンピオンシップ間もなく開始です。試合開始と同時にボールがコート内に投げられます。ドッジボールラウンド1の開始です。どうだ、エアグルーヴ狙いすましてボールを投げた。エアグルーヴボールを投げた。エアグルーヴ気合を込めた必殺シュート。私が行く。メジロドーベル狙いすましてボールを投げた。エアグルーヴ全力の必殺シュートだ。もらうぞ。エアグルーヴ必殺シュートを放った。もらうぞ。エアグルーヴ全力の必殺シュートだ。もらうぞ。エアグルーヴ、おっと、マチカネ服着たれダウンしてしまった。負けました。もらうぞ。エアグルーヴ、おっと、終了です。エアグルーヴ見事ラウンドを勝利で収めました。馬ドッジチャンピオンシップ勝利したのはエアグルーヴ。勝利以外に道はない。こんなところか。みんな、なかなか良い。遊びたいショーを選択してください。
りゃー大回転シュート。競技に出馬するウマ娘を選択してください。競技に出馬するウマ娘を選択してください。頑張ります。頑張ってください。ウマ娘たちの大食いペースに配膳するウマ娘はついていけるのか。大食いダービー間もなくスタートです。配膳なら任せろ。サイレンス鈴鹿、学園の食料すべて食べるぞ。待ち金福来たる。丁寧に料理を運ぶ声優スカイ、それを素早く食べるスペシャルウィーク、最高のコンビと言えるでしょう。北サンブラック、里のダイヤモンドペア、2人のチームワークに注目です。ウマ娘たちが配置につき準備万全です。あとは美味しい料理を待つのみ。いただきます。競技開始です。これかな。急げ急げ、この同時に各チームのサーバーが動き出した。急げ急げ、これかな。バチカルに行ったり、これかな。急ぎました。お待たせしました。すごいスピードで料理を作って運ぶです。スペシャルウィーク、ここでクエスト。もうすぐ次の料理が出来上がりそうです。急ぎました。気合いだ。行きましょう。ここでクエスト。全力で行くと、食べるペースはもうすぐ次の料理が出来上がりそうです。急ぎましょう。ゴンザフリーズ、まもなく次の料理が運ばれてくる。急ぎましょう。行くよ。これかな。バチカレ、料理の補充まであと少しです。変技の技、行きましょう。バチカレ、早い早い早いぞ。変異変異変異、このようにお待たせしました。これかな。バチカレ、服着たる。ここで行きます。まもなく次の料理が運ばれてきます。
ありゃりゃ、負けちゃったか。遊びたいショーを選択してください。では5セット目いくぞ。キャッチしたらすかさず投げ返せ。競技に出馬する馬娘決めたよ。頑張りますよ。頑張ってください。激しいボス、素晴らしい。この巨待ちかね服、馬娘たちがコートの中央に立つ。手に汗握るドッジボールが始まった。一体誰が優勝するのか。ここからの全力の必殺ショットで目白マックイーン狙いすましてボールを投げた。私が行く。強烈な一発だ。目白マックイーン大丈夫か。私が行く。目白マックイーン全力の必殺シュートだ。もらうぞ。私がレーブボールを投げた。メジロナーベル試合を込めた私がシュート。ラブメジロナーベル狙いすましてボールを投げた。メジロナーベルボールを投げた。エアグレーブ私が行く。チェキのスリーヒット。メジロナーベル勢いよくボールを投げました。ここからですわ。エアグレーブ狙いすましてボールを投げた。メジロナーベル必殺シュートを放った。どうだ。なんてことだ。メジロナーベル力尽きてしまったか。もらうぞ。エアグレーブ勢いよくボールを投げました。エアグレーブ狙いすましてボールを投げた。クライアグレーブ勢いよくボールを投げました。体力切れた。待ちかね。ここでラウンド終了。やれた。1位はメジロナーベル、うん、やったんだ私。ラウンド2開始。前回勝利したメジロドーベル連続1位なるか。もらうぞ。エアグレーブ勢いよくボールを投げました。クライアグレーブ狙いすましてボールを投げました。待ちかね服来たるボールを投げた。私が行く。ここからですわ。もらうぞ。狙いすましてボールを投げた。クライメジロマックイーン。ここからですわ。メジロマックイーン勢いよくボールを投げました。ヒット。エアグレーブ当たってしまった。私が行く。メジロマックイーン気合を込めた必殺シュート。メジロナーベル全力の必殺シュートだ。マチカネフクタル勢いよくボールを投げました。ここからですわ。メジロマックイーンボールを投げた。ここからですわ。メジロナーベル余計フリーヒット。なんとエアグレーブ空引きがしまったか。私が行く。マチカネフクタルボールを投げた。私が行く。メジロナーベル狙いすましてボールを投げた。ここからですわ。マチカネフクタルダウンを取れ。ここでラウンド終了。1位はメジロマックイーン。最終ラウンドをスタートしました。誰が勝つのか目が離せません。よし行きますよ。待ちかねフクタルボールを投げた。メジロドーベル伝説コインで得点を稼ぎます。待ちかねフクタル必殺シュートが直撃。私が行く。エアグレーブ伝説コインを取った。エアグレーブ狙いすましてボールを投げた。やもうヒット。メジロマックイーン当たってしまった。メジロドーベル気合を込めた必殺シュート。メジロドーベル伝説コインで得点を稼ぎます。もう私が行く。来たるボールを投げた。メジロドーベル私が行くボールを投げました。メジロドーベル必殺ってことだ。メジロマックイーンダウンしてしまった。このドーベルなんと待ちかね服来たる力尽きてしまったか。メジロドーベル必殺シュートを放った。メジロドーベル終了。メジロドーベル1位でラウンド終了です。1位はメジロドーベル強敵を打ち破り。お見事でしたわ、二人とも。遊びたいショーを選択してください。
どのストーリーで遊びましょう。遊びたいショーを選択してください。どのストーリーで。オリジナルストーリーが物質を梅娘に関わる物質アイテムや梅物質を貸した梅娘に関わる梅娘画面です。関わる健康物質アイテム、トレセンポイントでアイテムを購入することができます。物質アイテムや各物質をカスタム。物質をカスタマイズしてランキングを書く。物質をカスタマイズ。オリジナルストーリーが楽しめる一人用のオフラインで遊べるオンラインで遊べるモードです。マッチング方法。競技の形式を選択。競技に出馬するチームを選択してください。形式を選択してください。マッチングフォーオンラインで遊べるモードです。ウマ娘プリティダービー熱血はちゃめちゃ大感謝祭。